ロッテ、巨人などでプレーしたルイス・クルーズ、40、が11日、日本時間12日、パドレス本拠地ペトコパークを訪問。ドジャース戦を前に大谷翔平投手、29、と再会し、休校を温めた。クルーズは大谷と2017年以来、7年ぶりに再会したといい。 彼が MLB でいいプレーをしているのを見るのは素晴らしいと活躍を喜び、私はずっとドジャースファンだったし、ドジャースでもプレーしたから、ここの人たちも知っていると懐かしい顔ぶれとの再会に笑みが弾けた。そして NPB 時代の大谷と、現在の大谷の変化について、大きくなったね。そして打者として著しく良くなった。 日本でも高打者だったが、今は飛び抜けていると称賛。日本では足を上げていたが、トータップで打つようになってから良くなった。私は今や野球界で最高の選手である大谷と過去に対戦できたことを嬉しく思うし、恵まれていたと感じる。彼は今、野球界でナンバーワンの選手だ、とかつて対戦したことを誇った。 また、NPB で対戦していた際に、大矢がメジャーでここまで活躍すると思っていたかどうか尋ねられると、投手としてはね、すごい球を投げていたし、と投手としての成功は予感していたとし、その上ででも打者としては分からなかった。当時は今とは違ったから、でも打者としてもメジャーでやっていく術を見つけ出し、今やリーグのトップ打者の一人だ。 数字がそれを証明していると打者としての活躍には目を見張るものがあると語った。クルーズは8年にパイレーツでメジャーデビュー。ブルワーズなどを経て12、13年にはドジャースでもプレーをした。14、15年は千葉ロッテでプレーし、16年から巨人に所属。17年シーズン途中に楽天にトレード移籍し、同年限りで退団。 その後はメキシカンリーグでプレーした。